お疲れ様です。尾形さんって副業なんですかってなったら何なんですか？フィットネス YouTuber 兼グラビアアイドルですね。そうなんですね。なんか、はい、ド M は蜜月って言ってますけど、あれはキャラなんですか？まあキャラなんですけど、キャラっては言えないじゃないですか。なるほど。じゃあ、まあ、一応 S ですね。ガチで。あ、ガチ S で。ガチ S です。なんか私、ひろゆきさんが言ったせいで、あ、ひろゆかなさんのせいで、なんか、あきちゃんに、うん、なんか、尾形さんと戦いたいですって言って、私、ミラタムたちと戦いたいって私に言ってんのかなと思ったら、私と戦いたいって言われて、みたいな。強そうだからじゃない？なんか、皆さん多分、筋肉で言ってません？強そうって。っていうか、なんで今日色白いんですか、そんなに。いや、本当は私白いんですよ。てか、もうターンオーバーしてます。私、なんであの時黒かったんですか？焼いてたんですよ。そんな一時的に焼くこととかできるんですか？違うんですよ。あれ、私、めっちゃ焼いて、今、これ焼いてこれですからね。あ、そうなんですか。あの、また焼いたんですよ。私本当はロシア人ぐらい色白いんですよ。へえ。じゃあファンデーション暗いのしてるんですよ一応。あ、そうなんすか。いや、異常なほど色が白くて。はいはい。だから色が黒い方がなんか強く見えるっていうか、まあそのフィットネスの大会的に有利なんで。なるほどなるほど。ちょっと肌焼いてるんですけど、本当はめっちゃ激白です。へえ。し、全然キレキャラじゃないですね。普段全く怒んないです。いや、だとしたらあれわざとキャラを演じてたってことですか？いや、わざとじゃなくてあれはガチギレです。あれ普段があんな感じのイメージですよ、多分視聴者。マジっすか？うん。いや、普段はどちらかというとなんかもう、あ、おっす、お疲れ様っすみたいなサバサバしてる感じですね。なんか私の予想なんですけど、はい、記者会見は撮ってる、記者会見っていうか煽り V は撮ってるんですよ。うん。だからそれだけ撮ってバックレそうな感じするんですよね。その当日わかります、記者会見も出てバックレそうで、であいつなんか煽り食いでは尾形なんか余裕で勝てるみたいなこと言ってたらしくて言ってたんですけど、わかんないですね。どう思う、あのあれが本当だったんですかっていうのは全然いいですよ。どういうことですか？あのミラタムたちとやり合ってたのはほら、みんな結構なんか茶番なんじゃないかって、仲直りするんでしょどうせみたいな感じ。いやいやいや、尾形さんのはガチだって伝わりますよ。だって尾形さんのあれ演技とかのレベルじゃなく切れてたじゃないですか。うん。え、あの座る順番に切れてたのは尾形さんが飯太郎さんのところに座るってことだった？そうなんですよ、そこだったんですよ。私たら飯太郎さんが割り込んできたからブチ切れたってことですよ。いや、あれは本当は怒ってないです。あれエンタメだと思ってやったんですよ私。あ、あれはブチ切れてなかったんだ。うん。そしたらあれよあれよととんでもないことになったと。だから向こうが酔っ払っちゃってわーって来たから、飯太郎がミラタムと私をわざとわーわー言って一回座って終わろうと思ったんですよ。そしたら、あ、ちょっと尾形さんって強いキャラなんだ、ミラタムちゃんは結構わーわー言うタイプなんだっていう感じで絵面を描いてたんですよ自分の中で。そしたら飯太郎ちゃんが入ってきて、それでえっと思って、したら椅子使い始めたから、うーわーこいつらバカだと思って、ガチのバカかと思って。なるほど。で、控え室で酒飲んでてわーってやってるのってみんなえってならなかったんですか？いや、もうみんな多分興味ないから見てないと思います。あ、見てなかったんだ。あ、なんかうるさいなみたいな、キャピキャピ言ってるなぐらいしか思ってないし、なんか彼女たちフォロワーフォロワーって言ってるんですけど、誰一人彼女たちのこと知ってるって言って写真撮ってくださいっていう女の子たちもいないレベルだったんで、まあ興味ないじゃん。どちらかというと坂口さんとかの方がみんなね気になるじゃないですか、ちゃんよたちゃんとか。はい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 。だと思うんですよ。だからちょっと私はもうあのフォロワーフォロワーっていうあの言葉も、あ、もうこいつ素人だなと思ってあとまあ言っちゃ悪いんですけど語彙力がないから、うん、なんか人のあれ結構カットされてるんですけど、身体的なことをめっちゃ言ってて、はいはいはい、そういうの私あんま好きじゃないんですよ。いや、アクションとやってもいいんですけど、でもだいぶ小柄じゃん。うん、あの小柄、まあ、あの人は別に体重差は気にしないって言ってたんでそれは大丈夫なんですけど、アクションともそんな別に戦いたいわけじゃないんですよね。
みんななんて言ってるんですか、評価的に。え、あの飯太郎さんたち、皆さんの印象的には。飯太郎さんは反省して、ただ酒の勢いであーってなって、今も多分炎上相当答えてんじゃないかなって僕の予測で。うんうん、ミラタムさんもていうか2人とも沈黙してるから結構答えてるんじゃないですか。ダメ、まあとりあえず3日もうすぐなんでね。そうなんですよ、だからこれでどうなるか分かんないからですね。ごめんなさい、私のストレスなのは、そのみんなにいちいち聞かれるのがきついんですよ。そのミラタムと試合しないんですかとか、うん、なんかあれは茶番なんですかって言われるのがめっちゃきついですね。今その減量してるメンタル的にきついですね。あ、Twitter とかで。うん、とかなんでそのなんていうか被害届出さないんですかとか。はいはいはい、もうすごいもんね今。いや出すのは簡単なんですよ。ただ私の本音からすると、あの二人に対して腹は立ちますよ。腹は立つし、こっちはまあ金かかったわけじゃないですか、治療費もそうだけど、うん、でもそれ以上にやっぱり動いてくださってるスタッフさんとか、他にね来てる女の子たちとか、そういう子たちの気持ちをもうちょっと汲み取ってほしいなっていうのがこう考えですね。仮に私がもしもラッキーパンチもらって負けた場合どう思います？